はい、これからバニラエアの国際線の乗り方について案内したいと思います。現在はこちら台湾の桃園空港という場所に来ています。では早速行ってみましょう。バニラエアの国内線だとウェブチェックインというのができるんですが、国際線はね、なぜか対応していません。なので、今からこのカウンターに向かいます。まずこちらでどこのカウンターにあるのかっていうのを探します。で、今回は1番着きました。こんな感じです。ちなみに機内持ち込みは10キロまでとなります。預け荷物がある場合はこのタイミングで預け、パスポートを見せてチケットを発券してもらいます。はい、ちなみにですね、このカウンターは出発の2時間前から50分前まで空いています。それだけ気をつけてください。はい、セキュリティチェックを受けて、その後パスポートコントロールを抜けたらゲートの方へ向かいます。時間になったらチケットを見せて搭乗します。はい、という感じでバニラエア国際線のチェックイン方法と乗り方でした。ではまた、ボンボヤージュー。